ポツヌコです。おはようございます。めっちゃ夜です。2時ってこれね。行ってくる。どこやねんっていうか。街の方やな。な、ええ。てへい。やっ。はっ。こうやってあったか覚えてない。始めましょう。どうやったっけ。こんなものかしら。あんまやな。ないな。すごいな、こいつめっちゃすごい。やはりな、あのようなことで死ぬとは思わなかったぞ、悪魔の子よ。悪魔の子呼ぶね。ちょっとやろう。ユウさんやって。グレイグ、あの忌まわしき日より16年、姫様ご健在なりしはこのグレイグ妨害の喜び。しかし何故悪魔の子をかばい立てなさるのです。姫様であっても使命を邪魔なさるなら切らねばなりませぬ。グレイグ将軍、あなたの立場はわかります。ですが私たちにもやるべきことがある。どうか私たちを見逃してはくれませんか。姫様、我が主君はデルカダール王のみ、主君の命令が何よりも優先されるのです。そう、相変わらずね、グレイグ、あなたの忠誠心の強さは誰よりも知ってるわ。きっと話しても分かってくれないわね。じゃあグレイグは操れた人間じゃない、人間ってことか。操られてるかどうかはちょっと分からないけど、そういう風な人間だろうな。デルカダールは、まあ、魔物やと思うねんけど。え、ちゃうんかな、こうやって。それなら。はぁーっ！はっ！はっ！はっ！驚きました。なかなかのお手前ですぞ。16年前はただのおてんば姫であられたが、相当な修羅場をくぐり抜けたようですな。まあな。ふざけないで。戦いの最中に相手を褒めるなんて余裕のつもり？余裕のつもり？姫様こそ私を甘く見ておられますぞ。悪魔の子をかばいながら戦うなど少子千万、それで私の剣を裁けると思いか。いや、グレイグ、姫様、今ならやっ
振り落とされないように気をつけて。早っ。ネマノニカ。マルティナ姫、あなたは一体。え、戻ってきた。もしかしたら戻ってきたな。お、おるわ。あ、見て。無事じゃったか、二人とも。ロー様、ご心配をおかけしました。グレイグの襲撃を受けましたが、なんとか逃げ切ることができました。追ってはやはり奴じゃったか。グレイグには確かめたいことがあったが、それには及ばぬようじゃな。やはり今のデルカダール王国には魔物がはびこっておると見て間違いないだろう。そうやな。なんか上の方におったものすごいやつが。はるか昔、栄華を誇ったとある王国は魔物が化けた関心によって滅ぼされたという。その魔物の名はウルノーガ。わしらは長い旅の末、やっとその名前にたどり着いた。そやつこそ遥か昔より暗躍し続ける邪悪の化身よ。おそらく今のデルカダールもその魔物が牛耳っておるのじゃろう。よいか、この世に生きる全ての者たちのためにお主はウルノーガと戦わなければならぬ。ウルノーガ。邪神なきこの時代に勇者としてお主が生まれたのはそのために違いない。だがウルノーガは未知にして強大、闇の力をまとった恐ろしい奴じゃ。無策で奴に立ち向かうことはできまい。闇の力、私聞いたことがあります。命の大樹には闇の力を払う何かが眠っていると。やはりお姉様、勇者様を連れ命の大樹に行かなくては。この枝を持て。この虹色の枝はかつて命の大樹の一部であったもの。勇者の力を持つお主ならば、大樹への道のりについて何かを知り得るやもしれぬ。どうだ、何か見えないか。何も見えないって、その枝偽物？まさかあの情報屋にガセネタ掴まされたってこと？ここまで引っ張っといて、ありえないわ。まあ仕方あるまい。これからはわしと姫も同行し、命の大樹への生き方を見つけるとしよう。よろしく頼むぞ。ここか。さあ、やつらの庭に行くんねんけど、とりあえず変えようか。ある。装備はどうなってる。あ、ちょっとほっとん。
見た目とかやるようになった。うん、ちょっと変えたいメンバーを。これ苦手でいいんやと思うよな。ちょっと待ってくれ。正直が79中しかない。爪やろな。お色気？両手、悟り？足りんってことはやっぱり選ばなかった。これやん、行こう。おい、枝が。オーブや。オーブを集めろってことか。今集まったら2つやからな。あ、ちょっと何を今の。私にも見えたわよ。天空に佇む祭壇、
あと6つのオーブも見えたわね。お姉様、もしあの祭壇に6つのオーブを捧げれば命の大樹への道が開かれるということでは。すげえ、大樹への生き方が分かっちまった。これが虹色の枝の力か。ここまで探し求めてきた甲斐があったぜ。今見たオーブってこいつのことだよな。デルカダール城から盗んできたこいつにそんな意味があったとはな。俺には俺の使い道があったんだが、そういう話ならこれはお前にやるよ。大事に使ってくれよな。ロウ様、売らなくて正解でしたね。仮面舞踏会でもらったそのオーブ。危うく真の価値も分からず路銀に変えるとこじゃったわい。さあ受け取るがいい。祭壇のあった場所は命の大樹の真下、おそらく始祖の森と呼ばれる秘境じゃろう。始祖の森、秘境か。道は決まったな。残り4つのオーブを集め、始祖の森にある祭壇に捧げるのじゃ。いや4つきついな。残り4つのオーブでも一体どこから探せば。オーブといえば子供の頃海底に沈んだオーブがあるって聞いたけど、そんなの雲をつかむような話だしね。オーブ、とにかく今は手がかりがない。世界中くまなく回って情報を集めるほかなさそうだな。うん、世界中をくまなく回るにはまずソルティコの町にある水門を抜け外界へと出るのがいいじゃろう。ソルティコはダーハルーネの町から船で北西へ進めばたどり着けるはずじゃ。幸いソルティコの町にはジエーゴという知り合いの領主がおる。わしが頼めば心よく水門を開けてくれるじゃろうって。よし、それではオーブ探しの旅に出るぞ。ウルノーガを倒すため6つのオーブを手に入れ命の大樹への道を開くのじゃ。さて、アンデモン地方には行かれんのかな。なんか違うな。ちょっと行ってみたい気がする。出せし。全部違うな。さあ行きましょう。グロ、はあ、はい。テヤ、テヤ、テヘイ。どうした？スキキ。うわ。燃えなさい。あら、もう終わり？神か。
ちょっと待てよ。天の宿が、もう一等しな。うわ、ちょっとやめんかい。さすがじゃ、負けないわよ。すげえ声がでかいな。しゃあないか。カセット。あ、どうするんですよ。どうにしようかな。鋼の剣、
ここ無理やったな。なんかあるんちゃうか。鍵がかかっているか。そうやな、これじゃないってことやな。今は違うか。じゃあちょっとここまでにしましょうか。戦乱射地少ないな。オーブを集めなきゃいけない。なるほどね。また次も楽しみにしてます。それでは。